こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日は1月の28日でございますけど、旧暦でいうとね、12月の26日、もう年末ギリギリでございますね。それで2月の1日がね、旧暦の旧元旦でございます。やっぱりあれだね、この季節というのはこの旧暦になんか連動してるっていうのが、旧暦がこう季節にぴったりって感じしますね。やっぱりね、こうちっちゃい時はね、全部旧暦だったからね。いやー、それはもう本当にね、もうお正月なんつったらもうさ、こんなに嬉しいことが世の中にあるね、あるのかなと思うくらい嬉しかったよね。もうとにかくね、その頃はね、白いご飯なんてあんまりないから、大体ね、こう麦ご飯っていうんですかね、それがもう普通だからね。そうするとね、そのまあお正月はね、白いご飯なんだよね。白いご飯なんだ、もう本当にね、もう嬉しかったね。まあそんなことでね、2月は1日は、旧暦の元旦で、それから3日が節分ですよね。節分というとね、恵方巻きですね。でもこの恵方巻きっていうのはね、私なんかあんまりね、馴染みがなかったんだけど、ね、馴染みがあるって言ったらさ、豆巻きだよね。ね、鬼は外、福は内というね。で、なんか今頃はなんかね、この豆まきよりもこの恵方巻きを食べるという習慣がね、だんだんこう、出てきた、多くなってきたようなんですよね。ほんで、恵方巻きと私もね、もちろん聞いたことありますけど、結局は手巻き寿司の太巻きなんだね。で、ちょっとこう、いろいろ見てみたら、どうもね、だいぶこれ、古い時代に始まったんだね。それこそもう、大正の初めくらいっていう、これ大阪なんだね。この太巻き寿司を食べ始まったのは。で、やっぱりみんなこう、縁起を担いでたらしいね。やっぱり、まあでも、なんか大阪ってのはすごいね、何でもかんでもなんかね、発祥地はどこだっつったらなんか大阪の方だよね。それでね、やっぱりこういう、大阪の方で、だんだん食べるようになってきて、でまあ何て言うの、この海苔の問屋の協同組合ですかね。まあだから手巻き寿司だから海苔使えますからね。で、こういう組合がね、まあ、節分の夜、恵方に向かって、それであんまり喋ったりしないでね、家族揃って巻き寿司を丸かぶりするっていうね、そういう、そうするとまあ幸運が回ってくるというような、言い伝えがだんだんできてきて、広まってきて、それであれですね、こうコンビニがね、いろいろとそれをまあ商品化するっていうんですかね、全国に広めるっていうのか。だからもともとはなんかファミリーマートがね、そのこの恵方巻きを大阪と兵庫で販売し始まったらしいんですけど、まだそんな昔じゃないよね、1983年とか書いてあるから。それからね、セブンイレブンが、またね、どんどんやってきたりして。で、このやっぱりコンビニによってね、全国になんか広まったようですね。で、この恵方巻きっていうのは、今年のね、恵方は北北西らしいね。その年によってね、こう、方角が違うんだけども、今年はね、北北西が恵方のようでございます。それで、この恵方巻きのね、このなんていうのかな、面白いね、この食べ方とかね。やっぱりこうね、
一本の、まあ、巻き寿司ですよね。それで、包丁で切っちゃうとね、やっぱりこう縁が切れたりね、服が途切れたりするっていうことでね、包丁などで切らないでね、もうとにかくがっぷり、かぶりつくって感じですよね。それからやっぱりね、この恵方、今年はだから北北西ですかね、その北北西の恵方にその年のね、歳徳神っていう、まあ、神様がいるようでございまして、それでその方向に向かって食べると。で、食べる時はね、あんまりこうぐじぐじしゃべったりしないでね、ぐじぐじしゃぶっちゃう、いろいろ考えるね、いろいろしゃべっちゃうと運が逃げちゃうって言うんだよね。だから、まあ、食べ終わるまで口をきかないで黙々と食べるっていう、なんか面白いね。こういう、でも縁起ってのはいいね。縁起を担ぐっていうけど、私は意外とね、縁起担ぐの大好きでね。まあ、ましてね、このね、芸能の仕事なんかやってるとね、スターになるとかね、疑われるとかっていうのはね、ね、本当にいろんな要因があるから、ね、歌がうまけりゃ売れるわけじゃないしね。だからいろんな、やっぱりその人、関わってる人の、まあ、縁とかね、徳のね、こう徳があるとかないとかね、やっぱりそういういろいろ絡まって、やっぱり物事っていうのは世の中に出てくるんだね。まあ、とにかく、間もなく、節分になります。私はね、今までこの恵方巻き食べたりしたことないんですけども、今年は北北西に向かってひたすら無口でがっぷりと恵方巻きを食べて、少しでも、まあ、免疫っていうんですかね、免疫力を高めていきたいなと思っております。ぜひ皆さんも恵方巻きを食べて福を読んでいただけたら嬉しく思います。ありがとうございます。